喉が渇いていた。体が熱く、カラカラに干からびていくような感覚。それと同時に、頭の芯は冷たく、氷のように冴えて。御堂島さん、大丈夫？先生、御堂島さんが倒れました！しっかりして！御堂島さん！御堂島！うるせえ。御堂島！ちょっと黙れ、女。やっと出られるの？おい、マジかよ。救急車！おっと。取り押さえろ！ナイフを奪うんだ！おい、離せよ、ここ！おい、取り合いを取り合い！薬玉の薬とか。女の薬だ！してやれるのは俺しかいない。その目にしっかり焼き付けるんだ。今まで無視してきた俺の存在をな。どうしたのかしら。急に目の前が暗くなって、その後は。これは、みんな。信じられない光景だった。友人たちが血に染まり、足元に倒れている。そして私の右手には、美術用のカッターナイフが。仲良くやろうぜ。なあ、ユウ。またあのことを思い出してしまった。教室に漂う異常な空気、私に注がれるクラスメートたちの恐怖の視線。本当に私がやったのだろうか。前後の記憶はくっきりと鮮やかに思い出せるのに、あの瞬間の記憶だけがぽっかりと消えてしまっている。紅茶、オレンジジュースはいかがでしょうか。サンドイッチ、お弁当。あ、すいません、オレンジジュースをください。140円です。はい、ありがとうございます。やけに喉が渇いていた。そう、あの日と同じように。お嬢さん、弁天町には旅行ですか。いえ、
親戚のうちに。そうですよね。何もないところだ。あると言ったら弁天製薬の薬品研究所ぐらいだし、偏僻で物悲しい。仕事でもなかったらあんなところはごめんですよね。はあ、幸いあの事件の被害者たちは命に別状はなかった。私が罪に問われなかったのは地元病院の院長である父の力だろう。父は知らない間に転校手続きを取り、私は高野のおじさんの家へ住むことになった。あれ、お嬢さん若いのに信心深いんですね。え？ほら、その胸ポケットのお守り。幼い時から肌身離さずつけていたお守り。あの事件が起こった時はちょうどこの御輿様を置いてきてしまっていた。翔、そう、翔と名乗ったらしい消えた記憶を司る私。これさえ持ち続けていれば、あんな陰惨な事件は二度と起こらないだろう。まもなく弁天町に到着いたします。おっと、着いたようですね。ではお嬢さん、楽しい旅を。楽しめるはずなどない。私は余ったオレンジジュースを一気に飲み干した。そう、自分の中のもう一人の自分を洗い流すように。が、オレンジジュースの余ったるさは消えない刻印のようにねっとりと喉の奥に張り付いていた。弁天製薬所の所長を務める高野のおじさんの家は鬱蒼と生い茂った林の中にあった。子供の頃は親戚の秋代ちゃんや正春くんと探検ごっこをしたものだけれど、今はその重苦しい陰鬱な雰囲気になぜか嫌な予感さえ感じる。おかしいわ。誰もいないのかしら。ちゃんと駅から電話したのに。ドアは何の抵抗もなく開いた。その時、しんと静まり返った家の内部からふっと覚えのある香りが漂ってきた。東京の湯です。電気はついてるのに、おかしいわね。今の音は？おじさん？おばさん？誰もいませんか？かすかな物音。本が机から落ちたのか、椅子を後ろに引いたのか。それなのに、なぜだかわからない不安が背筋に走り、私は声を上げ続けた。おじさん！おば！また！言ってはいけない。何かがそう叫んでいた。けれど同時に、抵抗できない見えない力が私を引き寄せようとする。私は胸の御輿様をぎゅっと握りしめると、ゆっくりと、室内へ入っていった。お邪魔します。音は、トイレの中から聞こえてくる。
もしかして泥棒かもしれない。ドアを開けた瞬間に襲いかかってくるかも。不思議なことに、そうであってほしいと願う私がいた。本当はもっと恐ろしい事実が待ち受けているような、そんな予感がしていたのだ。その予感が間違っていることを確かめたい。私は思い切ってドアを開けた。誰もいない。今の物音は何だったのかしら。電気の中に沈む異様な物体。周りには黄色い液体が流れている。あれは、込み上げてくる強烈な吐き気に、私はトイレを飛び出した。部屋からバルコニーへ行けたはずだわ。なんだ、鎧だわ。ホールに飾られた鎧武者。子供の頃、この鎧が怖かった。今にも動き出して襲いかかってくるような気がして。今鎧が、気のせいか、鎧がかすかに動いたような。あんなもの見たから、動揺してるのね、きっと。私は、すっかり失った余裕を取り戻そうと、そっと鎧に触れた。私は、わけもわからず、一つのドアを開け、その中に飛び込んだ。と目をむき出し、私をじっと睨みつけた。間違いない。あの眼差しは、明夫ちゃんのものだった。やっぱりこのうちには凶悪犯が。いや、違う。その時、一つの恐ろしい考えが私を支配していた。私の中に眠るもう一人の人格。ショー。私の知らない間に、あの恐ろしい事件を引き起こした人間、彼の仕業かもしれない。いや、彼は私なのだ。気づかない間に、私が明夫ちゃんを。違うわ。そんなはずない。私は今ここに着いたばかりだもの。もう、鎧はいないみたいね。確か、ここは和室。
やっぱり誰もいない。これは血だわ。秋代ちゃんのものかしら。まで、こんな。明夫ちゃんも正春くんも殺された。あと、このうちにいるかもしれないのは、おじさんとおばさん、そして、まだ幼い千夏ちゃん。私は、はっと千夏ちゃんの身を案じた。千夏ちゃんの小さな首に回される何者かの手。の悲鳴。私は後先も考えず階段を駆け下りた。おばさん、待ってて。みこし様が。慌てたはずみでポケットからみこし様がこぼれ落ちた。拾わなくてはショーが現れてしまう。そこには、恐怖に顔を引きつらせるおばさんと、そして、千夏ちゃんが向かい合っていた。よかった。千夏ちゃんが無事で、心配してたのよ。ゆうちゃん、千夏に近づいちゃダメよ。え？私は、千夏ちゃんの肩に触れようとした瞬間、千夏ちゃんの手に、キラリと光るものを見つけた。千夏ちゃん？やめて、千夏ちゃん！おばちゃん、逃げて！千夏が！真っ白な頬に緑の瞳。恐ろしい形相をした千夏ちゃんが、私に襲いかかってくる。込み上げる恐怖の中で、私は感じた。これは千夏ちゃんじゃない。千夏ちゃんは、誰かに操られている。どうして千夏ちゃん、来ちゃダメ。千夏ちゃんは悪くない。千夏ちゃんは私の、気を待ってたぜ、ユウ。千夏！ババア、そいつは化け物だ。近づくな。でも、千夏は。ババア！千夏ちゃん！カヤロウ、この人、親子の情なんてまだ通じるもんだ。さっさと逃げろ。今回は優に免じて許してやるが、次に会った時は容赦はしない。これは優の御輿様か。優、これから起こる出来事をよく焼き付けておくんだな。そして痛感するがいい。俺はお前なしでは存在しない。そしてお前も俺なしでは生きていけないってこと。ショー。鈍いずつ、ショーが現れたのだ。あれからどうなったんだろう。おばさんは、千夏ちゃんは、そうだ、千夏ちゃんは、まさか翔の手に。千夏ちゃん！鍵がかかってる。これは、
スカートのポケットに銀色の鍵が入っていた。ドアノブに差し込むとぴったりとはまる。ショーが鍵をかけたのだ。確かめなくちゃ。誰もいない。窓は開け放たれ、強い風が吹き抜けていく。何気なくサイドテーブルに目を向けると、その上に今にも風に吹き飛ばされそうな白い便箋が無造作に広げてあった。おじさんに宛てた手紙みたいね。差出人は移動しまったかし。お父さんだわ。見慣れた父の字を読む。異常な事態が起こっているにもかかわらず、私は泣き出したくなるような安堵感を覚えた。優しく穏やかな父。男手一つで私を育て上げてくれた父。その温かな人柄が字のちょっとした癖から伝わってくるようだ。16年前の消印ね。この手紙とは。この手紙とは別に送ったあれが西道家の像だ。結局ただの像だったわけだ。西道家の秘宝とは関係ないだろう。この分じゃ呪いとやらもただの噂だ。安心してくれ。西道家の像、呪い。西道、聞いたことのない名前だ。そして呪い。私はその使い慣れない言葉を頭の中で繰り返していた。呪いの力。ふと突然動き出した鎧のことを思った。呪い。そう、非現実的なそんな言葉を使えばこの惨劇も説明がつくかもしれない。おじさんに聞けば全てがわかるかもしれない。秋代ちゃん、マザール君、二人の人間がこの家の中で死んだ。そして千夏ちゃんのあの異常な様子。この家の中でまだ調べていないところ、それはおじさんの地下書斎。私は迷わず地下への階段を降りていった。真っ暗だわ。あっ、暗闇の中に横たわる人影。誰だか確認するまでもない、おじさんだ。おじさん。ゆうちゃんか。おじさんまで。この家で何が起こったって言うんですか。千夏だ。千夏があの像を持ち出してから。あの像？それってお父さんの手紙に書いてあった像のことですか。西道家の呪いだ。すべてが西道家の呪いなんだ。君が得体の知れない人格に取り憑かれているのも。え？なぜそのこと。燃やすんだ、あの像。おじさん、教えてください。おじさん、ショーは何者なんですか。それがその像とどう関係が。あ、おじさん。よかった、気を失っているだけだわ。やっとつかみかけた真相の人。油汗をびっしりとかき、横たわるおじさんの傍らには怪しく光る金色の像が置かれていた。これがおじさんの言ってた呪いの像。ちなっちゃん、ここに。考える暇はないわ。私は慌てて金色の像を取り上げた。そして机の上にあったライターを。引っかなきゃ。早くこの像を燃やさなきゃ。追いかければあとは。灯油。私は暖炉の横にある灯油に手をかけ、
金色の像に振りかける。と、その瞬間。言っておいたはずだ。次はないと。みこし様が落ちなければ、この体が危ないところだった。ユウ、お前は俺を邪魔者扱いして。が、同級生たちを刺したのも全てお前のためだったのさ。ずっと考えていただろう。お前は奴らを嫌っていた。口先だけだ。腹の中じゃ何を考えてるかわからねえ。薄汚い奴だ。現実から目を背けるね、ユウ。綺麗事だけじゃ済まされねえ。お前は、俺を必要として、俺は、お前を守ってやる。ちなつちゃんは、私の隣に倒れる、幼いちなつちゃんの小さな、あまりにも小さな体。それで、すべてを知ることができた。ショウは、私を助けてくれたのだ。だけど、ちなつちゃん。ごめんね、ちなつちゃん。これで、すべてが終わる。ユウ、起きろ、ユウ。まだ何も終わっちゃいねえ。起きろ。ショウ、ショウなのね。行かないで。あなたには聞きたいことがたくさんあるの。ショウ、ショウ、ショウ。ああ、目が覚めたようだな。俺は見舞い所の礎だ。よろしくな。警察な。おっと、無理に喋らなくてもいい。ここは弁天病院。高野さんの奥さんが通報してきたんだ。おばさんが？中へ入ったら、君と小さな女の子が倒れていてね。ちなつちゃん。そうだわ、ちなつちゃんは？ああ、あの子か。かなりの傷を負っていたが、命に別状はないよ。よかった。明夫ちゃんと正春君を殺したのは、千夏ちゃんかもしれない。けれど、千夏ちゃんを手にかけたのは翔。いえ、私なのだから。君にはいろいろと聞きたいことがある。そう、昨夜起きた出来事や、高野さんのこと。え？おじさん？ああ。が、ちょっと参ったことが起きてね。それどころじゃ。出やがったな。今の声は？ちょっと見てくる。君はここで待っていてくれ。あの、でも。いいか。俺が出たら、内側から鍵をかけるんだ。わかったね。落ち着かなかった。あの像を燃やしたことで全ては終わったはずだ。それなのに何だろう、この胸にこびりつくような不安は。さっきのうめき声は何？石杖さんは何で鍵をかけろと。私は思わず夢で聞こえた翔の言葉を思い出していた。まだ何も終わっちゃいねえ。あれは夢じゃなかったのかもしれない。高野家の呪い。でもそれがこの病院と何の関係が。とてもじっとしてはいられず、私はベッドから立ち上がった。
と、その時。逃げるつもり、逃げるつもり。え？今、女の人の声が。その女性の声は、私の背筋を震え上がらせた。物悲しくか細り。まるで、そう、生命を感じさせない声色。この病院、きっと何かが。私は、ドアへと歩み寄った。抑えようとしても込み上げてくる恐怖。石杖さんの言う通り、ドアに鍵をかけようと思ったのだ。それなのに。なぜか私はドアを開け、廊下へと一歩を踏み出した。全く人気のない廊下。どう考えても普通じゃない。この病院は似ている。似すぎている。そう。あの忌まわしい惨劇の舞台、高野家に。診察室。ここなら誰かいるかも。その男性、いや、男性なのかもわからない。皮膚がボロボロに崩れて、そして頭から黄色い液体を流していた。開かない！どうすればいいの？どうすれば？いや、得体の知れない怪物は思わず振り上げた椅子の一撃に倒れ込んだ。そう、これは人じゃない怪物だ。肉はところどころ剥がれ、そこから黄色い液体がひきりなしに溢れている。不快な臭気を放つその怪物はスプラッタ映画で見るまさにそのものだった。なんなのそこにいるのは誰だ。ああ、悪い悪い。また化け物かと思ってよ。これ君がやっつけたのかい？あなたは。ああ、申し遅れたな。俺っちは新聞記者の郷本渡だ。よろしく。新聞記者？この病院に流れる噂を取材に来たのさ。ところがどっこい、これは噂以上だ。気をつけねえと取材どころか命まで危ないぜ。噂？これだよ、この化け物。こいつが！そう言いながら郷本さんは怪物の横っ腹を蹴り上げた。と、その時。やべ、起こしちまったみてえだね。これでも食らえ！しぶて。おい、お嬢ちゃん、早く逃げるぞ。はい。こっちだ。どうやら、巻いたみてえだ。なんだ？教えてください。今のは何なんですか？どうして、この病院に？なも、俺が知るか。え？お嬢ちゃん、面白いこと言うな。すべてが謎だからこそ、こうして取材してるんだ。そうだろう？はい。よし、俺っちは他を調べてくる。こんな大スクープ、ちょっとやそっとじゃお目にかかれねえからな。じゃあ。待って、あんたはさっさと逃げた方がいいぜ。行っちゃった。なんなの、あの人。え？忘れてて。お嬢ちゃん、あんたの名前なんて言うんだ？御堂島優です。優ちゃんか。じゃあまたな。慌ただしい人。郷本さんの人柄に張り詰めていた緊張の糸がふっと緩んだ気がした。
信じられない状況を恐怖ではなく好奇で受け入れている。この病院の中に郷本さんがいる。それだけでも今の私には心強い。どうしよう、これから。やはり郷本さんの言う通り、この病院から出るべきだろうか。けれどなぜか気にかかる。刑事さんは高野家のことを気にしていた。それはあの家で起こった事件を調べたいからだと思っていたけれど、黄色い液体に普通なら考えられない状況。そう、この病院と高野家は絶対に関係があるはずだ。逃げてなんていられないわ。またあの怪物。逃げよう。あの怪物は何度でも起き上がってくる。正面から向き合うのは危険だ。私は怪物の声から遠ざかろうと通路を曲がった。その時、さっき見た怪物ではない。肉の剥がれ方やボロボロになった着衣が微妙に違う。そう、あの怪物は何匹もいるのだ。逃げる私の前に白い髪が見えてきた。あれは看護婦さんだわ。来る。私は看護婦さんを避難させようと慌てて走り寄った。看護婦さん、早く逃げてください。怪物だ。私の声に看護婦さんはゆっくりと振り返った。その顔にはうじが湧き、黄色い液体がポタポタと滴り落ちていた。いやー、どうして看護婦さんが。もしかしてあの怪物は人間だったの。早くこの部屋に。室内に看護婦さんが座り込んでいる。私はビクッと緊張した。もしかして彼女も怪物が。その横顔はやつれてはいるが、初老の女性のものだった。あのもう終わり。もう全てが終わり。え？終わりなのよ。みんなも、そして私、永遠にさまよい続ける。それが私たちの宿命。不調さんらしき女性の手には割れたガラスのかけらが握られていた。彼女はそれを自分の手首に。何を。やめてください。もう終わりなのよ。まだ終わりじゃありません。だってあなたはまだ生きている。生きて。全てが終わったわけじゃないんです。ここから逃げてください。あの人たちだって好きであなったわけじゃ。ほら、お迎えが来たわ。しっかりしてください。諦めちゃダメ。諦めちゃ。どうしよう。そうだわ。その時私は初めて自分から彼を求める気持ちになった。この場所へ残る勇気を私に与えてくれた彼、ショウ。私は胸のポケットからミコシ様を取り出すと床へ投げ捨てた。ショウ、やっと俺の大切さに気がついたようだな、ユウ。おしまいな。もうおしまいなのよ。ブツブツうるせえぞ、ババア。こんな気味悪いやつと素手でやり合いたくねえな。これでいい。クロエ。Thank you.
短いんだ。わざわざ自分で死を選ぶようなバカな真似をよせ。ユウの御輿様。ふと気がつくと、床にはあの怪物、いや怪物になってしまった人々が倒れていた。ショウ、あなた、府長さん、無事だったんですね。あなたは何者？私もわかりません。自分が何者なのか。わからない？ええ。自分が何者なのかを知りたい。だから、生き延びたいんです。それがわかれば彼ら、こんな姿になってしまった彼らの秘密もきっと。院長室のファイル。え？それを読めば何かがわかるはずよ。行ってみなさい。ありがとうございます。でも。私なら大丈夫よ。もうバカな真似はしないわ。どうせ、老い先短いんだもの。え？早く行きなさい。頑張ってね。はい。院長室のファイル。それを読めば、この病院の秘密がわかる。私は、流行る気持ちを抑えながら、院長室へと向かった。ここが、院長室ね。誰かの声が聞こえる。院長先生かしら。化け物が一人、化け物が二人、みんな仲良く、あの余裕気。小ざっぱりとした院長室。そこでは院長らしき人物が一人ブツブツと何事かを喋っていた。その目にありありと狂気の色を浮かべて。あの男だ。あの男のせいで全てがめちゃくちゃに。誰だ。娘、なぜここに。そうか、お前も化け物の仲間なんだな。彼は私の存在に気がつくと、その手を伸ばしてきた。いや、俺まで化け物にしようとってそうはいかないぞ。こっち。私は必死にあがいたが、狂気から生まれるその凄まじい力は一切の抵抗を許さない。だんだんと目の前が白く霞んでいく。私はここで死んでしまうの。まだ何も分かっていないのに、西道家の呪いも翔のことも何も。食われろ、食われろ。あなたは、肌が透けるように白い。そう、そのままふーっと風景に溶け込んでしまうかのような白い肌。正気の感じられないその佇まいはまるで幽霊。あ、待ってください。助けていただいてどうもありがとうございます。あなたを助けたわけじゃないわ。え？彼女の声、か細く頼りない。そうだ、この病院の中で聞こえてきた女性の声、あの声の持ち主は彼女だったのだ。勝手に死なれたら困るからよ。勝手に死なれたら困る。彼女が残した言葉を知らず知らずに反芻していた。勝手に死なれたら。もしかして彼女は私のことを知っている。彼女も西道家の呪いと関係があるのだろうか。そうだわ、ファイルを調べないと。あ、ここ。
二重底になってる。二重底の下には一冊の古ぼけたファイルがあった。HU599 菌についての極秘実行。 HU599 菌？細菌は寄生脳を構成し、既存脳はその機能を破壊。そんなことって驚くべき内容だった。この病院に救う怪物たち、彼らはやはり人間だった。 HU599 菌という得体の知れない細菌を使い、人為的にあんな姿にされてしまった哀れな人々。この書類の制作者は、ダメ、消えかかっていて読めないわ。今まであやふやだった現象たちがパズルのように組み合わさっていく。この病院で起こった出来事は呪いなんかじゃなかった。それなら高野家での惨劇も呪いではないかもしれない。絶対に突き止めてみせるわ、この事件の真相を。研究所、ここで全てがわかるはずだ。全てがここで。よし、俺が先へ行って様子を見てくる。君はここで待っていてくれ。私も。大丈夫、俺に任せてくれ。すぐに戻ってくる。石津翔、私はポケットから御子様を取り出した。幼い頃お父さんに買ってもらったお守り。なぜこれを持っていると翔は現れないのだろう。翔とは何者なのだろう。翔と直接話ができたなら。今の声は河本さん。一度しか話したことがない河本さん、けれどその印象は鮮やかだ。あれは河本さんの悲鳴に間違いない。どうしよう、石杖さんはここにいるって。待って。胃の奥から絞り出される悲痛な叫び声。このままじっと黙っているなんてとてもじゃないけどできない。石杖さん、ごめんなさい。私は研究所内へとつながる階段を駆け上がった。河本さんの声は確かこっちから。この部屋にはいないみたい。次はこの部屋。いないわ。これだけ広いとどうやって見つけたらいいのか。今度はこっちの部屋を。やっぱり誰も。ドアの後ろにいて気づかなかった人影。ボロボロの白衣に般若の面をかぶり、手には錆びついた大なたを持った。すべての人間に災いを。やめて、来ないで。一体彼は何者なのか。病院で見た怪物とは違う。明らかに命を持つ生身の人間、男性のようだ。でもそれがなぜ。振りかざされる大なたの恐怖、私は思わずドアを開け、そこに転がり込んだ。般若の面をかぶった男は部屋の中までは追っては来ないようだ。彼はこの事件の関係者だろうか。石杖さんの言う通り、おじさんが怪しいのだとしたら、あの面の下はもしや。混乱する頭を落ち着かせるため、私は室内を見渡した。ここは資料室みたいね。あら、部屋の奥に巨大な水槽がある。そこに浮かぶ巨大な魚、熱帯魚かしら。
どうして研究所に。私は思わず後ずさり床に座り込んだ。水槽に浮かんでいたのは熱帯魚などではない。それは紛れもない河本さんだった。いや、いや、水槽に浮かぶ河本さん、その瞳が恨めしそうに私を睨みつけて、私は這いずるように資料室を飛び出した。嘘よ、河本さん、嘘。災いよ、全ての人間に災いよ。いや、もういや、災いよ、壊れた者に災いよ。もうやめて。走る。どこをどう走ったのかもわからない。ただめちゃくちゃに。いつの間にか私は一つの部屋に入っていた。部屋に立ち込める蛇行系の甘い香り。はっと振り返ると、病院で私を助けてくれたあの女性が、冷たい微笑みをこちらに向けていた。あなた楽しそうね、鬼ごっこ。あなたは誰なの？どうしてここに？私は藤香、そしてあなたは呪われた娘。呪われた？どうしてそれを？ねえ、私も仲間に入れてちょうだい、鬼ごっこの。藤香と名乗る女性はそう言うと、胸元から鈍く光る銃を取り出した。私も楽しませてもらうわ。何をするの？やめて。ほら、早く逃げなさいよ。でも。ドアの向こうから、あの不気味な男の声が聞こえてくる。今、このドアから逃げ出せば。化け物に殺されるのと、この銃で撃ち抜かれるのと、どちらを選ぶ？やめて！私は思わずドアを開け、外に飛び出した。そして、そこには。災いよ！いやー！次から次へと襲ってくる恐怖に、涙も目の奥で凍りついてしまった。極限状態の中で、ただ一人の人物を強く思う。ショウ、助けて、ショウ。私はポケットからみこし玉を取り出すと、思い切り投げ捨てる。これでショウが。うっそうと茂った林に立ち並ぶ墓石、どうやら中庭に出てきてしまったらしい。振り返るとあの男はいなかった。逃げ切れたのね。どうして研究所に墓地が？暗闇に私の足を取ったもの、それは倒れて地面に転がる墓石だった。なんで墓石が？あ、この墓石。その墓石には真新しく彫られた文字で、高野はじめと刻んであった。どうして、どうして
しておじさんのお墓があるのよ。おじさんはまだ生きて、何かの間違いよ。だって今の音は、私はその予感に突き動かされるように走り出した。そしてあ、おじさん、予感は当たった。そこには血を流し倒れるおじさんの姿があった。おじさん大丈夫？おじさん、ゆうちゃんか。私はもう、何言ってるの、しっかりして。ゆうちゃん、呪いとは人の心に眠るものだ。呪いを願う人の心、呪いに怯える人の心、すべての人の心の中に。呪い？それは斎藤家の呪いのこと。斎藤家の呪い、初めからそんなものはなかった。斎藤家の呪いなんて存在しなかったんだ。御堂島は、奴が。御堂島って、お父さんのこと？奴がすべてを。おじさん！私は将を求めた。母親を泣きながら呼ぶ忍び子のように、心の奥底から将を求めた。将、将、将。ユウ、え？ユウ、将、将なのね。いいか、研究所の地下に礼拝堂がある。礼拝堂？なんでなの、将？そこへ行け、そこへ行けば。将、待って。ねえ将、どうして？将、将。将の声はもう聞こえないけれど、その声は私に立ち上がる勇気を与えた。地下礼拝堂、将がついていてくれる。それだけで私はあのまがまがしい研究所の中へ戻っていくことができた。般若の面をかぶった男、藤香という女性。怖くないと言ったら嘘になるけれど、私には将がいる。真っ暗だわ。地下へと降りる階段はぶんとカビ臭く、長い間使われていないことが容易に分かった。誰かいる？小さく聞こえてくる男女の言い争う声。私はそっと息を潜め、ドアの向こうに神経を集中した。藤香、お前。あら、あなたに名前を呼ばれるなんて意外だわ。研究のために母と私を捨てたあなたが。額から冷たい汗が伝わってくるのが感じられた。一人の声はあの藤香という女性のもの。そしてもう一人は、そこにいるのは誰？ユウ、お前なぜここに？お父さんこそなんで？この藤香さんってお父さんの何なの？教えてあげなさいよ。お父さんは信じられないという瞳で私を見つめ、そして小さくつぶやいた。私の娘だ。え？娘って、私は御堂島隆のたった一人の娘。たった一
らない。私がお父さんの娘なのよ。あなたはこの男の本性を知らない。呪われた娘。あなたはこの男に利用されているだけ。利用って？フジカ、復讐のつもりか？復讐？そうね。でもそれよりもいい方法があるわ。フジカと名乗る女性はそう言うと、小さな錠剤を口に含んだ。フジカ！死んでる。真っ白い肌に滴り落ちていく真っ赤な血。なぜ、なぜ彼女は。お父さん。ユウ、早く、ここから出て行きなさい。お父さん、なんで何も教えてくれないの？おじさんが、お父さんの名前を言ってたわ。お父さんは知ってるんでしょ、この事件の真相を。ユウ。お願い、教えて。出ないと私何を信じていいかわからない。もうお父さんを信じられない。ユウ。わかった。その代わり、これだけは信じてくれ。私は、お前を愛している。お父さん。こちらへ来なさい。お父さんはそう言うと、飾りのついた物々しい扉を開いた。と、その部屋の中には。サイドウ。サイドウ？この人がサイドウなの？部屋の中に、般若の面をかぶった男。彼を、お父さんはサイドウと呼んだ。死を、呪われし者に、死を！狂ってる、狂ってるわ、この人！そう、狂っている。私が、狂わせたのだ。え？彼の名は、サイドウ・フシヒト。HU599 菌を発見し、天才と呼ばれた研究者だ。HU599。この人が？私は、サイドウが羨ましかった。彼には、地位も名誉も、幸せな家庭も、そう、私が望んでも手に入れることのできない全てがあった。しかし、そんなサイドウにも、世間に知られてはならない弱点があった。それが、サイドウ家に伝わる言い伝え。二つの人格を持つ赤子の呪いだ。二つの人格？あ！息が止まるほどの驚愕。私は思わず言葉を失った。二つの人格、それは。そう、ユウ、お前のことだ。私が、サイドウ家の。そう。お前はこのサイドウの娘だ。サイドウ家では、稀に二つの人格を持つ赤子が生まれる。それは、不吉なことされ、生まれてすぐに墓に埋めねばならないと伝えられていたのだ。サイドウも、言い伝え通り、お前を墓に埋めた。そんな。代々伝わる呪いとはいえ、これは犯罪だ。私はサイドウを陥れるために、お前を墓から掘り起こした。高野に手伝わせてな。長時間土の中にいたのに、お前は気丈にもしっかりと息をしていたよ。お父さん、嘘よ、嘘。私はお前の存在をほのめかし、サイドウの手柄を横取りしようとした。しかし、死を、呪われた娘、すべてのものに、死を！死を！お父さんの手に握られた銃。それがこの男の息を止めたのを理解するのに少しの時間がかかった。倒れた瞬間に顔から外れた般若の面。そこからは私と目元がそっくりな初老の男性の死に顔が覗いていた。しかし、それはできなかったよ。
妻と別れ、家族を失った私の中で、お前の存在は日に日に大きくなっていった。私はお前が心から愛しかった。お父様。私は違う方法で再度を落とし入れようとした。そして、金色の像に幻覚剤を忍ばせ、送ったんだ。金色の像？そして同じものを高野にも送りつけた。彼が、私の企みを口外してしまう可能性があったからな。そんな、ひどいわ。それだけのことのために、秋代ちゃんやマサハル君は。すべては、お前を守るためだったんだ。ユウ。目の前が真っ暗になった。私は、西道家の呪われた子。お父さんは、本当の父親ではない。そして、高野家の人たちは、みんなお父さんの手で。ずいぶんと勝手な言い草だな。ショー。私の口から、ショーの言葉が飛び出した。私の意識は、はっきりしているのに。ショー。そうか。お前が言うの邪悪な一面。邪悪な。ああ。西道家に生まれる二つの人格を持った娘。その一つの人格は、凶悪で邪悪な影を映し出す。何とでも抜かせ。おい、これで分かっただろう、ユウ。黒幕の正体だな。え？ショウ、あなた知ってたの？ああ。お前と御堂島が、うすら寒い親子ごっこをやらかしている間、俺はずっと監視していた。このたぬき親父の真っ黒な腹の中が。でも、ショウ、あなたは巫女様があれば。いいか。巫女様なんてものは、お前の気休めに過ぎない。俺はいつもお前と共にいた。そして、お前が俺を必要としたから、現れた。いい加減にしろ！ヒュウ、私を信じるんだ。そうすれば、お前の邪悪な一面は姿を消す。ショウは、私の邪悪な一面。私を信じるんだ、ユウ。だったらなぜ俺は現れたんだ。ショウ。言っただろ。俺はお前を守ると。俺はお前に害を与えるものすべてを消すために現れたんだ。高野家の奴らも、最後に。そして、このおっさんもな。私の体の中に流れるショウの思考。それはとても真剣なものだった。そう。真剣すぎて痛いほどに。いいか。ユウに危害を与えるものは、俺なら消す。これは。なんだ？ショウ！私は、私の意志とは無関係に走り出していた。待て！ユウ！ユウ！慌てて私を追いかけてこようとするお父さんと、その時私の手は、なんでポケットに銃が。ユウ、私を置いていかないでくれ。ユウ、やめてショウ。ショウ、ユウ、お前しかいないんだ。ユウ、ショウ、やめて。ユウ、ユウ、ショウは、それも違う。私たちはお父さんを銃で撃ち抜くと、そのまま礼拝堂を飛び出していった。お父さん。おーい、石杖さん。よかった。無事だったんだな。はい。何なんだこの爆発は。これで全ては謎のまま終わってしまったな。謎のまま？ショウ、お父さんはショウを邪悪な一面と呼んでいた。
確かにそうなのかもしれない。ショーのせいでお父さんは死んだ。でもショーは誰よりも私を。え、ショー誰だい。それはショーは いえ何でもありません。なんだか君変わったね。え、こう雰囲気がさ、ついさっきまでとは別人みたいだよ。別人。さあこうしちゃいられない。応援を呼んで詳しく調べないと。君はどうする。私は帰ります。そうか、また話を聞くことになると思うけど、家の電話番号を教えてくれないか。私の家は。答えられなかった。私にはもう頼るものがない。お父さんもおじさんも。いや、何もなくなったわけじゃない。彼がいる。私を誰よりも深く、強烈すぎるほどに愛し、いつも隣にいる彼が。お前は俺が守っている。それからショーは二度と私の前に現れなかった。いいんですね。え、ほらその胸ポケットのお守り。幼い時から肌身離さずつけていたお守り。あの事件が起こった時はちょうどこの御輿様を置いてきてしまっていた。ショウ、そうショウと名乗ったらしい消えた記憶を司る私。これさえ持ち続けていれば、あんな陰惨な事件は二度と起こらないだろう。まもなく弁天町に到着いたします。おっと、着いたようですね。ではお嬢さん、楽しい旅を。楽しめるはずなどない。私は余ったオレンジジュースを一気に飲み干した。そう、自分の中のもう一人の自分を洗い流すように。がオレンジジュースの余ったるさは消えない刻印のようにねっとりと喉の奥に張り付いていた。はくっきりと鮮やかに思い出せるのに、あの瞬間の記憶だけがぽっかりと消えてしまっている。コーヒー、紅茶、オレンジジュースはいかがでしょうか。サンドイッチ、お弁当。あ、すいません、オレンジジュースをください。140円です。はい、ありがとうございます。やけに喉が渇いていた。そう、あの日と同じように。お嬢さん、弁天町には旅行ですか。いえ、親戚のうちに。そうですよね、何もないところだ。あると言ったら弁天製薬の薬品研究所ぐらいだし、偏僻で物悲しい。仕事でもなかったらあんなところはごめんですよね。はあ、
幸いあの事件の被害者たちは命に別状はなかった。私が罪に問われなかったのは地元病院の院長である父の力だろう。父は知らない間に転校手続きを取り、私は高野のおじさんの家へ住むことになった。あれ、お嬢さん若いのに信心深い俺が女だ助けてくれ。そんなに苦しいかなら楽にしてやろう。逃げろ。なんて愚いんだ、なんて愚かなんだ。ゆうちゃん、何やってんだ、早く逃げろ。なんだお前は。なんだって、私たち親友じゃない。親友、ああ言うのね。どうしちゃったのよゆうちゃん。こんなのいつものゆうちゃんじゃない。そうだ、俺はゆうじゃない。え、俺の名前はショウ。ユウは目を覚ます。ユウ、本当にお前を理解してやれるのは俺しかいない。その目にしっかり焼き付けるんだ。喉が渇いていた。体が熱く、カラカラに干からびていくような感覚。それと同時に頭の芯は冷たく、氷のように冴えて。御堂島さん、大丈夫？先生、御堂島さんが倒れました。しっかりして、御堂島さん。御堂島、うるせえ。御堂島、ちょっと黙れ女。やっと出られる。おい、マジかよ。救急車。おっと、今まで無視してきた俺の存在をな。どうしたのかしら。急に目の前が暗くなって、その後は。これはみんな。信じられない光景だった。友人たちが血に染まり、足元に倒れている。そして私の右手には美術用のカッターナイフが。仲良くやろうぜ。ああいう。またあのことを思い出してしまった。教室に漂う異常な空気、私に注がれるクラスメートたちの恐怖の視線。本当に私がやったのだろうか。前後の記憶を